とかもしながらできてるし、まあ、改めて代表っていう場所はいい場所だと思って引き続きやってます。まだまだ完璧じゃないし、監督の要求することを 100% 理解してるわけだと言ってます。でも練習するたびにすごい強かったし、良いし、これからもっと良くなります。そうですね、実はこうですし、まずは勝つのことなんですけど、まあ明日90分戦ってみていいところが生まれるかなと思います。そういうところをしっかり分析して、味が増えるように投げられればいいと思います。いい相手だし、まあ、ジャカプロとしてライバルになると思いますし、明日は勝ちにこだわって、チーム勉強したいと思います。